在進行していますフジテレビアナウンサーの田淵優勝です。同じくフジテレビ新人アナウンサーの内田玲奈です。はい、そしてスワロースタジアム DJ パトリックです。さあ、東京ヤクルトスワローズファン感謝デー2013、いよいよこれから第2部のスタートです。はい、午前中の第1部ではトークショーやファッションショーなど皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。これからの第2部ではですね、選手と、そして吉本アンド女子プロ野球チームによる野球大会などを行いますので、どうぞ楽しんでいってください。ああ、本当に楽しみですよね。いいですね。トークショーで盛り上がりましたけど、ここからはね、このフィールドに皆さん注目して楽しんでいただきたいと思います。それではファン感謝デー2013第2部のスタートです。今年の第2部は野球大会ということで、フジテレビアナウンシスが誇る野球フジテレビアナウンサーの田中大輝です。よろしくお願いします。いつも野球中継、そしてスポーツをご覧になっていただいて本当にありがとうございます。僕もですね、2002年までこの神宮球場で慶応義塾大学の選手として田中宏康選手たちと一緒に戦っておりました。はい、で今日のチームが、はい、女子プロ野球と吉本芸人の皆さんと、はい、フジテレビ解説者の連合チームです。おお、甲子園優勝メンバーが3人いらっしゃいます。すごいですね。はい、そして野球経験者のあのお笑い芸人の皆さんたちが打って守って大はしゃぎしてくださいます。さっきですね、メンバーを決めるミーティングを行ってまいりましたが、大変緊張感漂っておりました。はい、はい、なるほど。相当真剣にいきます。で、私たちのチームが勝つと今日いらっしゃってる皆さんに非常に楽しみなチケットなどなどのプレゼントがありますので、ぜひヤクルトのホームですけど、今日は私たちを応援していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。アナウンサー界きっかけのイケメンアナウンサー田中大輝です。重いですね。頑張っていきたいと思います。では改めてご紹介しましょう。今日スワローズと対戦するチームはこの方たちです。吉本アンド女子プロ野球チーム、はい、上に見ましょうか。トータルテンボスさん、そして、オリナリフジコリさん、女子プロ野球チームの皆さんにとってね、はい、これからよろしいですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして監督さんいらっしゃるんですよね。監督さんはどなたでしょうか。今知ってきましたね。あ、見てもらいますよ。お笑いの方ではないですよ。あれあれあれ、こんにちは。こんにちは。お願いします。拍手をお送りください。プロ野球ニュースを代表してやってまいりました金村です。よろしくお願いします。金村さん、よろしくお願いします。なんと吉本、そして女子プロ野球チームの監督は金村義明さんです。はい、よろしくお願いします。金村さん、相当監督には思い入れがあるんですよね。実際今日監督というのでヤクルトの監督になれると勘違いしてました。違うチームでした。ただ一人じゃ寂しいんで、また助っ人も連れてきております。と言いますと、はい、プロ野球ニュースで、たくさん解説者がいるんですけども、関根純造さんにお願いしようとして思ったんですが、ちょっと年齢的なもんもありました。大家さんにお願いしようと思うと大家さんも体が動かないということで、甲子園の優勝投手ばっかり集めてみました。はい、ではご紹介しましょう。この方、その前に、はい、野球界は縦の社会ですから、はい、ヤクルトの OB を一人連れてきております。戸橋の健二を連れてきました。戸橋さん、お願いいたします。皆さん大きな拍手をお送りください。すごい拍手ですね。やっぱり濃厚で選手たちはちょっとひるんでると思います。小橋野さんのフットワークは非常に軽いです。小橋野さん、よろしくお願いします。神宮にジャージを着て勝つというのはなかなか久しぶりだと思うんですね。このファン感謝デーにこの場に立たせてもらうのが17年ぶりなんですよ。あら、1990
96年のオフに、はい、このファン感謝デーに出させていただいてから、はい、17年に、ね、まさかこの前に立てると思うんですよ。まさかこのマウンドのね、はい、選手たち見てますけれども、どうですか、OB として何かコメントがあるんですか。 OB でもね、パック一緒にやってる選手も一人もいなくなっちゃったんですよ。宮本選手引退しちゃったんで、だけどいつもこうね、見させてもらってますしね、話も聞かせてもらってるんで、今日楽しみにやってまいりました。はい、お願いします。さあ、そして、紹介しましょうか。続いては、PL 学園で甲子園の優勝投手を連れてまいりました、はい、元横浜ベイスターズエース野村博之です。野村選手ましたね。携帯です。うわ、携帯です。もうボールは大したことありませんけどね。よろしくお願いします。お願いします。野村さんはファンの会社で、まあ、今から実際に現役のプロとして勝負するわけですけども、そうですね、本当にマウンドに上がるのも久しぶりなんで、まだ現役の選手と、ね、勝負できるのは僕自身は楽しみにします。はい、野村さん、さっき相当肩マッサージしてらっしゃいましたね。自分でやってました。チームに不安はないんですけども、僕自身に不安があります。頑張ります。よろしくお願いします。さあ、そして田村さん、よろしくお願いします。はい、もう一人、もう一人は真っ黒系を連れてまいりました。真っ黒系、清原ではございません。清原じゃない、橋本清を連れてまいりました。元ジャイアンツピッチャー橋本清、皆さん大きな拍手をお迎えください。なぜか黒いんですよね。なぜか黒い、一年中、橋本さんです。さあ、橋本さん、久々に、はい、マウンドで投げるという機会をもらってみましたけれども、足引っ張らんようにと思いますけどね。ただヤクルト球団のね、ファン感謝デーですごい緊張してます。初めてね、よそのチームのファン感謝デー来ましたから、なんで俺おるんやろうっていう申し訳ございません。いいですか。はい、さあ、改めてじゃあ監督、はい、今日どうもー、あれ、どうもー、どうも呼んでくださいよ。呼んでないじゃないですか、もう終わっちゃいました。皆さんいらっしゃいます。こんにちは。どうも。ちょっと急に発表とするから、そうです、ね、ご紹介してくださいよ、ちゃんと。あなたたちは、いやちょっとさっきちょっと触れてくれたから、トータルテンボスの、はい、トータルテンボス、よろしくお願いします。で、田中みな実です。はい、違います、違います。それは彼女の名前です。申し訳ない。はい、どうもボクシーでーす。ちゃんと紹介してよ。田中みな実ちゃんは野球、何回名前出すんですか、その関係ないで。今日フジテレビも入ってるしね。中学の時長野県で野球部でしたし、トータルテンボスも野球かじっておりました、はいはいはい、ただロッテファンですけどね。言わないでいいんですよ、それは。それは言わないでいいんですよ。ロッテファンでございます。それは言わないでいいんですよ。あと、その藤森さんの左側に並んでらっしゃる皆さんはどういう方ですか。これで僕たちの後輩で草野球チームの、はい、ベンチメンバーを呼んできました。はい、今日は全く戦力になりません。はい、はい、主に石とか運んでるバイトをしてるやつらばっかり。普段はね、普段は、全く花はありませんけども、はい、ただ勝ちに来ましたんで。なるほど、はい、この女子たちが素晴らしい女子の野球チームを集めましたから、あ、女子プロ野球チームの皆さんも、ね、女子プロ野球ですよ、はい、若さ生活ですからね、やっぱりすごい人数ですね。端っこが遠くなりました。いろんなチームがあるんですね。もう予告一番バッター宣言いたします。あ、もう言いますか、はい、川端選手を一番で持っていきます。兄弟対決を、もうそれは予告にしたします。男女ってないですよね、男女の兄弟対決ってね、はい、珍しい。初め史上初、史上初で、はい、あ、楽しみですよ。間違いなく勝ちます。わかりました。じゃあ最後にですね、熊代さんから、今日のゲームの意気込みを決めていただけますか。まあ本当に今日は監督やれるように勝ちに来てますから、
女子野球の皆さん頑張ってください。女子野球の皆さんですか。そこにいらっしゃいます。僕らも芸人さんは何をしてくれるのかものすごい楽しみにしてます。野球ですね、はい、野球と何をする。野球と少々のお笑いをやろう。少々の、はい、あとはちょっと気持ちですね。ヤクルトちょっと調子悪かったですから、はい、まあ、今日のゲームをきっかけにはずになるかどうか、はい、まあ、この辺りも期待しまれたと思いますね。じゃあ間もなくプレーボールを迎えます。では内田さん、ルール説明お願いします。はい、はい、ルール説明させていただきます。本日の試合は5イニングのファン感謝デー特別ルールで行います。まあ、両軍ともに同じ1個で野球をするわけなんですが、普通にやると、まあ、もちろんヤクルトスワローズチーム勝ってしまいますよね。というわけなので、今日は吉本さんの女子プロ野球チームには攻撃と守備で2回使えるチャンスカードをご用意しました。ハンデということですね。はい、どんなハンデということになるんですが、どんなカードなんですか、チャンスカード。ちょっとどんなカードかというのはまだ秘密なんですが、はい、結構ハンデがつきそうなカードなんですよ。なるほど。もしかするとヤクルトスワローズチームが負けてしまうかもしれない、すごいカードが、ハンデカードが、チャンスカードがあると。ちょっと待ってください、あのハンディなんて本当はいらないぐらいのメンバーを集めてきましたから。いらないですか。間違いなく勝ちに行くんですからね。勝てると信用してますよ、僕は。そうですよ、はい、じゃあチャンスカードはいらないという。チャンスカードはうちもいただきます。チャンスカードはじゃあアリー、アリーで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 いただきます。そしてですね、本日は一部で使用したブースやステージが外野にありますので、そのエリアに入った場合はボールデッドで審判の判断になります。なお勝利チーム賞は吉本と女子プロ野球チームが勝利すると、開幕戦のチケットを5組10名様にプレゼント。スワローズチームが勝利をすると、選手全員の寄せ書き色紙を1名様にプレゼントします。また今日はつば九郎が1年間のお礼と感謝の気持ちを込めて、スワローズの得点が入ったイニングに得点の数だけつば九郎バズーカタイムとして客席にプレゼントを打ち込みます。そしてさらに今日はさらにつばめ軍団が盛り上げてくれます。つば九郎たち、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それではね、はい、早速いきましょうか。皆さん元気いっぱい応援してください。よろしくお願いします。女子プロ野球チームのスターティングラインナップをお知らせいたします。1番ファースト川端、2番セカンド苫篠、3番セッター
藤森です。リーダーに藤森。バトルを終わってしまった。
どうしても中学の時、はい、サードで4番打ってたっていうことね、思い切って起用された、今もだからピンチヒッター出したいぐらいの初回からいきなりさあ点を取れるか、詰まって詰まってファウルボールです。追い込まれました藤森、先制戦のチャンスです。吉本女子プロ野球チーム、ファウルです。粘ります。ただファーストの上田は結構前に戻ってます。でもやっぱりスイングはいいスイングしますよね。ああそうですか。打ち上げた、外野までには届かない、ランナー出しましたけれども、スイングスワンチームが抑えています。